皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、歌ってみたの作り方ということでございまして、歌ってみたありますよね。まあ、ご存知な方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、例えば、まあ、ある有名なね、曲がありましたと。で、それを、ボーカリストの方がね、私が歌ってみたバージョンを、アップロードしたのぜひ聴いてください。なんていう感じのものだと思っていただければ良いですかね。で、それを、まあ、プロの方でもね、やってらっしゃる方いますし、まあ、大半がね、アマチュアの方、歌が好きなんですっていう方だったりとか、まあ、いろんな方が歌ってみたというもうコンテンツといえばいいんですかねに、チャレンジしてらっしゃるんですけども、結構ね、その歌ってみたに関するご質問をいただくことが多くありまして、ちょっと改めて、自己紹介させていただきたいと思うんですが、私柴田さんはですね、愛知県名古屋市というところに G ライフミュージックというミュージックスクールがございまして、こちらで、DTM 講師、音楽講師をさせていただいております。で、生徒のね、皆さんからその歌ってみたをやってみたいんだけど、どういう機材でが必要で、どういう風にやったらいいんですかとか、あとはこれね、逆の立場で、歌ってみたのミックス編集の依頼をいただきましたと。どうしてあげればいいでしょうかとか、まあ、歌ってみたに関するさまざまなご質問いただきますので、今日はまあそんなところをね、ちょっと含めて、ご説明していければなと思っております。で、まず前提としてですけども、これは、歌ってみたに、チャレンジされる側の方といえばいいですかね。要は歌い手の方側の、まあ、必要なものなんですけども、パソコンは、まあ、ご自分で、編集される場合、パソコンは、まあ、やっぱり必須になってきます。ただ、オーディオインターフェースなんかはなくてもやろうと思ったら全然できるので、なんで、まあ、パソコン、そして、この後ね、紹介動画、説明動画の中で使っていくスタジオワンというソフトウェア、DAW ソフトがあるんですけども、このスタジオワンは、現在スタジオワンプライムという無料版がリリースされていまして、で、そのスタジオワンプライム無料版だけで、編集することができるように実はなってます。なのでパソコンさえあれば編集は、歌い手側の方も、それをね、依頼を受けて編集される側の方も、どちらの方もこの無料版だけで、完結していただけるかなと思います。で、あとね、もう一つ、歌を、レコーディングというか、まあ、歌を取るのに必要なものは、スマートフォンだけです。 あとね、まあ、スマートフォンと、ヘッドホン、これいつもはね、僕最初からしてるんですけども、今日は後で、使い方も含めてご説明したいと思いますので、このスマートフォンとヘッドホン、この2つは必要です。まあ、ヘッドホンじゃなくて、イヤホンでも大丈夫です。で、スマートフォンと、ヘッドホン、まあ、ないしはイヤホンを使ってパソコンから再生した音に、自分の歌を録音を、していくと。で、スマートフォンに録音したものを後でパソコンに取り込んで、ソフトの中で編集をしていくということを今日はちょっとご覧いただければなと思います。ということで、まあ、いつものようにね、本編にワープで参りましょうか。それでは参ります。僕も歌ってみたにチャレンジ、ストということで画面の中にやってまいりました。で、今ですね、ご覧いただいているのが、スタジオワンという DAW ソフトでございますが、もうすでに、ある曲のね、カラオケ音源を、この中に立ち上げてあります。これ、先日私柴さんが、まあ、自分自身のね、オリジナル曲、著作権無料解放、イグニッションというタイトルの曲を、この動画のチャンネルの中にアップロードさせていただいておりますが、で、これもね、解説動画でこの音源自体も公開をさせていただいておりますので、ぜひ皆さん、ダウンロードしてね、ご自由にお使いいただければと思うんですが、で、この、バージョンは、イントロとサビだけを、まあ、短く再編集したバージョンの、音源がここにアップロードしてあります。で、今から、このスタジオ版で、カラオケを再生をして、で、それをこのヘッドホンで、聞きながら、
スマートフォンで録音をしていきたいと思います。でまずは、ヘッドホンをでね、今このご覧いただいている僕がかけたヘッドホンの中からはこのパソコンで再生した音しか、まあ当然ですけど出ないようになってます。だからこの音はこの部屋には出てないわけです。でこの状態で再生をしてスマートフォンで、僕の声だけを録音すると、カラオケのタイミングに合わせて歌った歌だけのトラックが作れるわけです。ちょっと一回やってみましょう。で、スマートフォンの、ボイスメモですかね、ボイスメモのアプリを立ち上げて、で先に、この録音ボタンをあらかじめ押しておきます。もうあの声が入っちゃっても後で、トリミングすれば良いのでね。で、ここ再録音ボタンをポチッと押します。ははもうこれで録音をされています。あんまり近づけすぎるとね、ボリュームが大きくなりすぎちゃって割れたりするので、まあ皆さんがお使いのスマートフォンの、マイクの性能に合った距離感が あると思うんですけど、ある程度の距離を保って歌ってみてください。で、今から再生しながら録音をしていきます。じゃあ、カラオケ音源を再生します。ははは、ララ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 ラ。はい、これで録音ができました。じゃあパソコンの方の再生を止めて、で、このアプリケーションの方も、再生というか録音をストップします。ポチッと。で、今このスマートフォンには僕の歌だけが録音されています。でこれを皆さんのお使いの、スマートフォン、まあ、iPhone なのか Android なのか、まあ、様々なものがあると思うんですけど、で、何かしらの形でパソコンに取り込んでいただいて、それを DAW ソフトの中に貼り付けをしていこうと思います。 iPhone なんかだと、ケーブルでつないで iTunes でそのまま取り出せたりできますし、 Android はねちょっと僕使ったことないで分かんないんですけど、で僕の場合は今回は、ドロップボックスという、無料のクラウドサービスがあるので、スマートフォンからドロップボックスに、ファイルをアップロードして、それをパソコンでダウンロードしてこの中に読み込んでみたいと思います。じゃあちょっと一回やってみます。はい、ということで、アップロードにちょっとまごまごしてしまいましたので、カットしましたが、今、パソコンにも取り込みができた状態でございます。であとは、DAW ソフトにファイルをドラッグ&ドロップで、読み込んでいきましょう。こんな感じに表示されますが、で、さっき、歌の前後の喋りの部分なんかも収録されてしまっていたので、まずは、この読み込んだ歌ファイルをトリミングしていこうと思います。で歌の部分がね、多分この辺りだと思うので、ちょっと場所を確認してみます。はい、で歌い終わりが、はい、ここで大丈夫ですね。なんでここ以外の部分をマウスで、トリミングしてしまいます。はい、これで、歌だけがピックアップできた状態ですね。であとはカラオケの音源ファイルと、この今トリミングした歌のファイルがタイミングがバッチリ合えばいいわけです。でここから、タイミングの合わせ込みを行っていこうと思います。まずは、カラオケ音源のファイルの場所をちょっと確認してみます。はい、この曲はこの6小節目のところが歌い始めになっているので、そこまでファイルを持ってきて合わせてしまいます。はい、で拡大して、もう少し細かく合わせていきます。このあたりかな。ちょっと再生して確認します。はい、ほとんど合ってますけど、若干ちょっと歌が早いですかね。でこの合わせ込みの作業は非常に重要なので、もうちょっと拡大して細かく合わせていきます。もうほんの少しだけ、これくらいかな。でもう一度再生して確認をします。
はい、OK ですね。ここまで、まあ、しっかりと合わせ込みを、できたら行っていきたいです。で、これね、さっきスマートフォンで録音した時に、このカラオケ音源を聞きながら録音しているので、ここで一度タイミングをしっかり合わせ込みをしてしまえば、まあ、これ以降ずれることはないわけです。で、アカペラで歌われたものなんかだと、まあ、部分的にね、ずれちゃったりすることがありますけど、ここまで、整えることができたら、あとはミックスの作業にかかっていけば良いかなと思います。はい。ということで、あとはミックスダウンを行っていこうと思うんですが、ミックスダウン、要はボリュームを整えて、ファイルを作るということなんですけども、今ご覧いただいているこのままだと、おそらくちょっと思ったよりボリュームが大きいものになってしまうのかなと。で、デジタル音源のボリュームの上限値というものがありまして、0.0dB なんですね。この 0.0dB を超えてしまうと、クリッピングノイズだったり、歪みが発生してしまったりで、要は音が劣化してしまうわけです。で、ちょっと聞きづらい状況のものができてしまうので、それはできれば避けたいなというところなんですが、試しにね、このまま、エクスポートするとどうなるかというのをちょっとご覧いただこうと思います。ミックスダウンをエクスポート。で、ちょっとポチッとやってみると、これ今、ミックスダウンしたものが、これちょっと小さくて見にくいんですが、クリッピングが生じました。信号が 4.40dB 上回りましたと、書いてあります。で、これ要は 0.0dB をね、4.4dB 分もオーバーしてしまったものが、できてしまいましたよということなんですけども、そのオーバーしてしまった分だけ、音が劣化している部分が含まれてしまっているんですね。ちょっと一回読み込んで確認してみましょう。今ミックスダウンしたものがこんな感じでございます。でちょっと再生して聞いてみると、はい、ちょっとねこの環境だと確認しにくいかもしれませんが、オーバーしてしまっている部分がいくつか部分的にありまして、そこで、まあ、クリッピングノイズだったりがね含まれてしまっているので、この状態のものを、アップロードして、まあ、いろんな方に聞いていただくにはちょっと心もとないかなと思います。で、一つ前の状態にちょっと戻ってみますね。はい。で、今の状況を、避けるために、まあ、どうするかっていうと、まあ、選択肢はもちろんいくつかあるんですけども、単純に、まずその一つとしてはボリュームを下げるということができるかなと思います。で、この今、ミックスダウンしたトラックを両方ともすべてちょっとボリュームを下げてみようと思います。 4.4dB オーバーしてしまったんで、まあ、ちょっと安全マージンを取ってマイナス5dB にしてみました。で、この状態で、同じようにミックスダウンをしてみようと思います。ポチッと、はい。そうするとダイアログが出ませんでしたね。で、今吐き出した、ミックスダウンした方を読み込んでみるとこんな感じになっています。で、これね、今読み込んでご覧いただいている状況だとちょっとね、上のこのカラオケ音源と比べると少しやっぱりボリュームが小さくなってますよね。で、まあ一回ちょっとこの状態で再生して確認してみます。はい。まあ、ちょっとね、小さめではあるんですけども、オーバーして音が割れてしまったりだとか、そういう症状は起こってませんかね。なので、まあ、せっかくね、ミックスしてお作りになったものが、まあ、ボリュームは大きくなりますけど、音が劣化してしまうぐらいだったら、0.00dB 以内にちゃんと収めたものをミックスダウンして、まあ、アップロードした方が良いのかなと思います。
で、まあ、例えばねスタジオ1の無料版でできるのはまあこの辺りまでかなと思うんですけど、例えば有料版であったりだとか、あとね、まあ、それ以外のスタジオ1以外のソフトウェアなんかね、まあ、キューベース、エイブルトンライブ、ロジック、まあ、いつも言ってますけど、まあ、さまざまなソフトウェアがあると思います。で、皆さんがお使いのソフトウェアの中に、どうでしょう、例えばコンプレッサーだったりリミッター、マキシマイザー、いろんなエフェクターが入っていると思いますけど、まあそういったエフェクターをね使えるようになると、この状態のものさらに、0.0 デシベルを超えないようにギリギリまで、ボリュームをね上げたりすることもできるようになっています。でそのあたりはまたぜひ別の動画で詳しくご説明をしていければなと思っておりますので、またお楽しみにしていてください。ということで、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。